週にサイン書きをしていきたいと思います。これは見せていいですか？じゃん、出来たてほやほやちゃんです。こんにちは。ぜひ受付中なのでゲットしてください。それでは書いていきます。いいよ。こんにちは。やばい、真ん中行かれちゃった。より遅いですか？うん、大丈夫ですか？うん、こんにちは。サイン書き中でございます。こんにちは。私から当選しました。ありがとうございます。
長、写真集よくした楽しみ、ありがとうございます。サイン掛け配信見れて嬉しい。こちらこそありがとうございます。こんにちは。丁寧なお仕事です。心を込めて書いております。ありがとう。スタッフさん頑張ってって書いてあります。グーだそうです。1冊15秒で書いてるらしいです今。15秒、誰か測ってくれてるんですかね。
ループリントさんの限定版の方の写真集のサイン書きです。ゲットしてくれましたか？おお、ありがとうございます。ただいま限定版の方のサイン書きをしております。まだまだゲットできますので、もしよかったらチェックしてみてください。予約入ってます。ありがとうございます。実際にこうやって本当に書いてるんだよっていうのを分かってもらえたら嬉しさが増すんじゃないかなと思いまして、届いてほしいなって思います。全部唯一無二のサインだからね。そうですね、確かに手書きだからこその若干の違いがあって、それも楽しんでもらえたらと思います。限定グッズ欲しいな。当たるかな。お疲れ様です。あと公式 X の方がさっき見たら1190何人とかだったんですけど、もしよかったらフォローしてください。こんにちは。グッズもある。こんにちは。ブループリントさんの限定版の方のサインを書いております。グッズね、当たるかな。楽しみにしててくださいね。伝説の配信？何の伝説だろう。
私は誰か文章で定期で流してくれますか。ブループリントさんの限定版のサイン書きしてますって誰か流してください。お願いします。パッと見何やってるんだろうって思うよね。サインを書いております。本当に素敵な写真集になっていて早く見てほしいなっていう気持ちでいっぱいですよ。お、ありがとうございます。こんにちはです。届くの待ってるね。待っててくださいな。こんにちは。ただいまサイン書きをしております。
壁を汚さないように、はい、気をつけます。あ、ごめんなさい。こんにちは。こちらのサイン書いた写真集はブループリントさんの販売サイトでご購入いただくとサインがついてきますよ。こんにちは。ファースト写真集が発売されるのですが、ゲットしてくれますか？ただいま予約受付中です。頑張ってください。ありがとうございます。
こんにちは。おお。ちょっと宣伝しときますね、ちゃんと。こちらブループリントさん限定の表紙なんですけど、そちらのサイン付きの写真集がブループリントさんのサイトにて発売されております。今そのサイン書きをしてるよ、見てるみんな、チェックよろしくお願いいたします。よろしくね。届くよ、きっと届くかな、そこのあなたに届くと思います。今サイン書いてるのが、届くの待ってます。嬉しいな。30分ぐらいカキカキしておる。でもまだ30分しか経ってないんだよね。直筆のサイン入りは嬉しい。こちらこそありがとう。発売の配信が7月1日にありますので、そちらの配信の限定のポストカード付きの写真集も発売するので7月1日ご予定開けといてくださいな。おお。
今ショッピングのボタンを押してもシングルが出てくるかな。7月1日お待ちくださいな。あのポストカードはマネージャーさんにあざといと言われたポストカードになっておりますので、レアでございますよ。まだショッピングのタイミングではないですね。7月1日になったらショールームさんのこの今の配信から写真集がご購入いただけますので、7月1日お待ちくださいな。中にそのショールーム配信内の限定のポストカードがついた写真集が7月1日に発売になります。昨日公開になったあわあわのポストカードがついてくるのが7月1日だけのその配信のみなので、そこを逃したらあのポストカードは手に入りませんですので、お気をつけください。絶対に逃せないですよ。そうなんです。7月1日だけなので忘れないでね。だいたい1分で4冊スペース、1時間で240冊ですね。計算してるすごい。そうなんだ、頭がいい方が見てるんだ。1時間したらやめます。あとは黙々と書かせていただきます。計算するのすごいな。こんにちは。お昼から配信見れて幸せ。ありがとう、見てくれて。
みはるちゃんがサインを書いてるのをまじまじ見るのは初めてか。確かに普段見せないですもんね。貴重だ。明日の公演楽しみにしてるね。楽しみにしててください。意外とペンのインクって持つんだなって。今頑張ってくれてます。ペンが。そうです、ただいまブループリントさんの方の特別版の写真集のサイン書きをしております。速攻頼んだよ、ありがとう。お疲れ様です。届くのが楽しみ。嬉しい。
スタッフさんもお疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。難しいね。私何分から配信始めたか教えてください。発売まであと10日。やばい、それはやばい、大事件。あと10日なんだ。そうだよね、昨日11日だったもんね。みんなポテト食べて待ってくれますか。10時53分からありがとう。今何日なんですか。あ、ありがとうございます。あとちょっと、ポテト食べるどころかポテト T シャツも買いたい。どういうことだ。こんにちは。はじめまして。悩み春ファースト写真集が7月1日に発売させていただきます。こちらはブループリントさん限定の、危ない、サイン入りの特別版の表紙仕様になっております。写真集にサインを書いております。
初見さんももしよかったら奈良美晴写真集で検索してみてください。ショールームの販売も楽しみだね。楽しみにしててくださいな。スピード速くなってきた。やった。こんにちは。こんにちは。そうです、ブループリントさんの特別版の方の写真集のサイン書きをしております。53分になったら書き書き配信は終わります。
すごい、何冊書いてるんだろう。200冊だって。なんだっけ、サイン分かんなくなった。200冊書いてるそうです。200人に届くのか。奈良家にも届くんだろうな。遊びに来たよ、ありがとう。弘前の実家の神棚に飾るのかな。そうかもしれないです。あと1分で配信を終了します。あ、確かに当選したよ、ありがとう。ありがとうございます。お、一旦配信は終了します。宣伝しなきゃ、宣伝します。じゃん、こちらこんな風に見られているのか、奈良美春ファースト写真集のブループリントさんの特別バージョンの写真集、こちらが本物になっております。私も今日初めて見たんですけど、最高でした。本当に素敵に仕上がってるので、もしよかったら
今見てる皆さんもチェックしてくれたら嬉しいなと思います。ブループリントさんのこっちの写真集をご購入いただいた方にはサインがついてたりとか、あとはこの写真集の絵で使用した小物や衣装が当たる抽選もやっておりますので、もしよかったらゲットしてみてください。そして7月1日にはですね、写真集発売日当日にはショールーム内での限定のポストカードがついた写真集を発売させていただきますので、いろいろ企画やら、特典やら盛りだくさんになってますので、ぜひぜひお待ちしております。19時でしたっけ、7月1日19時ショールーム配信を私のアカウントでしますので、ぜひ遊びに来てください。サイン書き配信見てくれてありがとうございました。初お披露目ですね、この写真集のなんていうんですか、出来上がったものを見せるのは。今見てる方は貴重な皆さんです。ありがとうございました。ではランキングだけ読みますね。あ、こちらは通常版になっております。こちらが Amazon さんや楽天さんで買える通常版で、こちらがブループリントさんの限定版のサインがついている方です。どっちの表紙も素敵なのでぜひぜひチェックお願いします。でこちらの通常版はポストカードがランダムでついてきます。4種類のうち1枚封入されますので、ぜひぜひどちらもお見逃しなくでございます。どっちも素敵なんですよ本当に。なのでチェックの方よろしくお願いします。ランキング読ませていただきます。13位ゆりかパパさん、12位がネロケンさん、11位がマリーハルさん、10位がハチアットコゲパンさん、9位がナベトシさん、8位が山本アットピオさん、7位がワンワンさん、6位がシャム 3.0 さん、5位がコバタンさん、4位がつぐみは穏やかでさん、3位がパックさん、2位がブンちゃんさん、1位が山ありさんです。皆様7月1日の配信もお楽しみに。19時ですよ、お忘れなく。ありがとうございました。バイバイ。